竹の、でできた高床式の家の前で、うん、男の子が吹く恋歌のですね。それが上手やったら OK が出るから、うん、必死で練習するんです。ありがとうございます。雰囲気分からんけど上手や。これはあの男の子がね、好きな女の子の家 の, あの竹で作ったあの家の前で吹いて求婚する歌です。上手じゃないと結婚できないから必死で吹くんです。喋ってた笛がね、笛が喋ってた。あ、そうそうそうです、そうです。少数民族の楽器です。だからこれを美空ひばりにしたらちゃんと喋るんで。へー、お願いします、美空ひばり。Thank you.
でも少数民族の方が音が豊かですね。そう、これはね、やっぱ無理して吹いてるから出へん音。日本語、日本語になったら急に、うん、そうそう、滑らかに動きがね、音から音の飛び方がね、はいはいはい、変やからね、これよりまだ愛さんさんとかの方がまだ滑らかいね。結構人工音楽難しい、難しいから、はいはい、飛んでね、はい、だから出へん音は低い、これが一番低いんだけど、これもさらに低い、そうそうそう、あるから、ありますよね、今こんな音が入るからね。つまる娘はってこと。ああ、そうそうそう。ありがとうございます。いいもんやろ。